はい、どうも、コンシェルジュです。あのね、前の動画でさ、女性向けにさ、男からすると、こういう、そのエッチは嫌ですよっていう、女性向けの動画出したよね。で、今回男性向けです。まず一つ目お伝えしたいと思います。まずですね、一番は、こうしとけばいいんでしょ的なエッチですね。やっちゃう。僕らそのビデオ教材で、たくさんビデオ見てるわけじゃないですか。で、なんかこうやればいいんでしょ的な、これがいいんでしょ的な、そういうのをその頭に刷り込まれてるよね。虚構によって。AV なんてあれ全部嘘なわけじゃないですか。でも、それずっと見てるわけで。で、嘘だと分かってても、要はその情報がないわけですよ。で、人間情報がないことできないからね。だから、その AV で、例えば女の子言ってるの嘘ですよ。分かってますよね。分かってますけど、で、その男がやってることも嘘ですよ。あんなの多分女の子気持ちよくないですよ。分かってますけど、それしか情報ねえから。ね、僕らの頭にはそれしか情報がないから、分かってるのにそれやらざるを得ないというかなり厳しい状態に追い込まれている、ね、なので、まずそこ、こうしとけばいいんでしょ、ああしとけばいいんでしょっていうのはやめて、で、ちゃんとね、そのいろんな女の人とかに聞いて、だから経験しなきゃダメなのさ。他の女性と復縁したいんであっても、元カノ以外の女性と経験しなきゃダメで、で、最悪風俗嬢とかでもいいし、どうやればいいんですかねっていう。これ、マジバナなんですけどっていう話をして、女性はどうやったら喜ぶとか、ああやったら喜ぶとかっていうのを、ちゃんとリアル目線で、お話聞いていかないといけないね。で、それをまず意識して、そのビデオを頭から追い出して、で、ちゃんとその撫でること、愛することですね。愛撫すること、よしよしすること。うん、例えばその僕らは男性ですからバスト触りたいよね。本当に気持ちいいのかな。どうすかどうすかってやってますけど、考えたらさ、きっと大して気持ちよくねえと思うんだよね。多分気持ちよくないんですよ。だからその辺とかも、じゃあそのどのように触ってれば気持ちいいのか、うん、なんかガシガシねやったってね、餅つきじゃねえんだからっていうぐらいのガシガシやったって何にもなわけじゃないですか。だからその辺の気遣いとか、じゃあ例えば安心するような撫で方とかがあるわけじゃないですか。だから例えばそのペットがさ、ほら、猫とかがゴロゴロしちゃうような撫で方とか、そういうのをじゃあその実践してみよう。で、いきなり元カノに対して何かエッチな状況になった時にそれ実践して実験するのってアホなわけですから。だからやっぱり他の女性に対して実践して修練を積んでいかなきゃダメなんだよね。相手喜ぶのかなっていうことを常に考えながら、イメージングしていってください。で、できれば実践練習してくださいっていうのがまず一つ目ですね。で、二つ目は、相手が嫌なことすんなっていうこと。で、これ一つ目とかなり近い話になるんですけど、例えばおっぱい触られるの嫌っていう人だっているわけじゃないですか。ここ触られるの嫌で、そういうところで例えば元カノとかとのそのまあエッチなことを思い出して、これ嫌あれ嫌言われてたと思うんだよね。でもやったでしょ、これ嫌って言っててもいいじゃんいいじゃんとかあったと思うんだよね。その辺反省して、女の子が嫌だっていう雰囲気とか、なんかこう、なんだろうね。例えば眉間にさ、シワを寄せる時だってさ、気持ちよくて寄せてる時とさ、うわ、うざって思われてて寄せてる時とさ、見りゃわかるじゃないですか。だからその辺とかも、ちゃんとその観察してですね。で、相手が嫌がっていたこと、相手が嫌がっていることをしないってことですね。触られる、ここは触らないでっていうの、ありますし、例えばそのエッチしてる時にチュー嫌だっていう人もいるかもしれないし、その辺ちゃんと考えないと嫌われますよね、それは。で、あとはこれもね、やっぱりつながりになるんですけど、三つ目、やってほしいことやらないってことですね。やってほしいことをやらない。例えばエッチ始まる前に30分ぐらい撫でたりチュッチュしたりとか、エッチな雰囲気なんだけどハーハーまではいかず、うふふ、はは以上、はは未満みたいな、ぐらいな、いわゆるその、愛撫時間みたいなものが欲しいとか、あるわけですよ、女性的には。で、大体そうだと思うんですけど、いきなり出会って2秒でなんちゃらみたいな、そういうレーベル見てんのはね、男だけであって、
あのそんなのないわけですからね。だから女性がやってほしいことをちゃんとそのまあ推測して、で場合によっては聞いて、であれですね、そのまあやっぱりこれもいきなり元カノに聞くっていうのは無理な状況だと思いますんで、他の女性にいろいろ聞いて、嫌なことやらないっていう。で最後4つ目はとにかく清潔感、うん、女の子は汚いこと嫌だから、だから多分お口でしたい女性なんていないよ。まあいる、ごく少数いると思いますけど、お口でしたい女性なんていないと思うよ。僕今まで何か付き合ってきた中でお口で率先してしたいですわっていう女の子はいなかったよね、うん、頑張ってやってくれてんだよね、うん、そういうのとかさ、あとはその、あの汗だくとかね、うん、汗だくっていうのはまあ我々男にとってロマンがありますな。これはそういう汗だく系とかぬるぬる系とかさ、そういうビデオたくさんありますなありますけど、女の子嫌だよそれは。汗だくべちょキスみたいなやつ絶対嫌に決まってるよね。でもそのむさぼりついてくるのが男らしいんだろみたいなことを思ってさ、男をグワッて言っちゃうじゃないですか。汚ねえんですよ、ただただそれは純粋に汚いんで、やめてあげて、うん。で、その辺の清潔感を意識したエッチ、うん、それを意識してください。シンデレラが王子様とエッチするんだったらどんなエッチするかな、はあ、ね、それさ AV みたいなエッチには絶対ならないよね。シンデレラが王子様としたエッチを我々は提供してあげないといけないんで、その辺を意識して修練訓練をね、あの玄人素人さんと積み重ねていってください。復縁したいんであればっていう感じですね今回は。はい、まあ恥ずかしい話いろいろしましたけど、大切な話ですからね。性的な関係っていうのは本当に男女にとって大切な話なんで、恥ずかしがらず訓練修練していってください。はい、今回は以上です。コンシェルジュでした。ではまた。